大阪市立高松小学校は大阪府大阪市安倍野区にある公立小学校。公名の高松は地域の旧地名に由来する。地域にかつて松の木があったことが旧地名の由来だと言われる。高松の地名は大阪市編入の際に町名としては消滅したが小学校名や高校区を指す地域名として残っている。1925年9月に 大阪市ときわ人情小学校から分離開校した。校内にビオトープが設置されている。また体験学習の重視や医学年集団による縦割り活動などにも取り組んでいる。1956年頃の大阪市立高松小学校1924年に当時の東成郡天皇寺村が従来の天皇寺第二人情小学校の校区を分割する形で 天王寺村高松に学校設置を決定した。天王寺村は1925年4月に大阪市に編入され、従来の天王寺村高松は住吉区天王寺町となった。大阪市編入から半年後の1925年9月15日付で大阪市高松人上小学校として現在地に開校した。1941年には国民学校令の施行により、 大阪市高松国民学校へと改称している。太平洋戦争の戦時体制に伴い、大阪市の国民学校児童は1944年以降、学童疎開を実施することになった。学童疎開は縁庫を原則にしたものの、縁庫に頼れない児童については、学校単位で集団疎開に参加させることになった。大阪市では、集団疎開先の府県は、 行政区単位で指定され、安倍野区の国民学校には、和歌山県への集団疎開が割り当てられた。高松国民学校では、和歌山県伊都郡君村、山田村へ疎開することになり、1944年秋に疎開先に出発した。疎開は、約1年後の1945年秋まで続いた。1947年の学生改革により、 大阪市立高松小学校となった。ありがとうございます。